今回はプレゼントにも最適なプロランタンを作ります。サブレ生地の伸ばし方やアーモンドを香ばしく焼き上げる方法がポイントなので、ぜひそちらにも注目してみてください。はい、まずはじめにサブレ生地を作っていきます。最初にですね、バターを室温に出しておいていただいて、ゴムベラですぐですね、ちょっと混ぜれる状態ですね、柔らかい状態にしておいてください。この際にちょっと冷蔵庫から出したてで硬いなって思う場合は、電子レンジなどを使用してですね、少し温めていただいて、柔らかい状態ですね、柔らかい状態にしてください。ただ全体的にバターが柔らかいことが確認できたら、粉糖ですね、粉糖を入れていきます。で、粉糖が入ったらゴムベラで全体的にちょっと押し付けるような感じですね、押し付けるような感じで混ぜていきます。バターと粉糖を混ぜていく際にですね、どうしてもゴムベラのこの部分ですね、付け根の部分に、混ざってない部分溜まっていくと思いますので、ボウルの縁ですね、ボウルの縁を使用してきれいにゴムベラをしていきます。先ほど同様に押し付けるようにして混ぜていきます。で、粉糖の粉っぽい部分ですね、粉っぽい部分がなくなるまでゴムベラで混ぜていきます。で、最後ですね、最後にまた溜まっている可能性ありますので、先ほど切ったボールの位置でもう一度切ります。で、全体的に混ぜて、はい、全体的に粉っぽさがなくなった状態ですね、粉っぽさがなくなったら混ぜ終わりの目安です。粉糖が全体的に混ざったら、卵を2回に分けて入れていきます。卵が入ったら、こちらもですね、ぐるぐる混ぜるというよりは、ちょっとバターの生地をですね、押し付けるようにして、混ぜていきます。どうしても最初、卵が入った段階でぐるぐる混ぜるとですね、どうしても滑ってしまって混ぜづらいので、全体的にちょっと潰した状態にしてから、ぐるぐると混ぜながら混ぜていきます。この際もですね、ボウルの周りに、バターの塊などが溜まってしまうことがありますので、しっかりとゴムベラを使って周りのバターも取りながら混ぜていきます。卵を入れていくときも同様にちょっとゴムベラは常にきれいにしながら混ぜていっていただくと、混ぜムラというのは減ってきれいに生地が作れると思います。全体的に卵が混ざりました。残りの半量を入れていきます。残りの半量を入れてさらに混ぜ合わせていきます。この際も同様に最初はですね、ちょっと潰すような形で混ぜていただいた方が混ぜやすいと思います。ある程度バターの生地がですね、細かくなってきたら、ゴムベラでぐるぐるっと混ぜ合わせていきます。2回目の卵もしっかりと全体になじむように混ざりました。この時ですね、卵が浮いている状態だったりとか、バターの粒が残ってたりすると、この後生地が均一になりませんので、全体的に滑らかな状態になったら混ぜ終わりの目安で大丈夫です。そしたら次に、ふるっておいた粉類、薄力粉とアーモンドパウダーを入れていきます。一気に入れたらですね、粉っぽさがなくなるまで、こちらの生地もですね、最初は押し付けるようにして混ぜてください。最初から下からすくって混ぜるとですね、粉が飛んでしまったりする可能性ありますので、全体的にゴムベラを使って押し付けるようにして混ぜていきます。全体的にボロボロっとちょっと粉っぽさもなくなってきたら、ゴムベラの周りですね、周りもきれいに取っていただいて、で、ボールの周りもね、きれいに取っていきます。さらに押し付けるようにして混ぜ合わせていきます。ボールの底にですね、粉結構溜まって残りやすいので、下の方もちょっとすくうようにして上に持ってきながら、さらに押し付けて混ぜ合わせていきます。全体的に粉っぽさがない状態ですね、ない状態になりました。生地の粉っぽさがなくなったらですね、ラップを広げていただいて、生地をラップに取っていきます。ラップに生地が取れたんですね、包んでいきます。この際はなるべく、平らになるようにですね、包んでいきます。どうしても大きい、団子状な塊にしてしまうとですね、中心部分が冷えるまでに時間がかかりますので、必ず薄くですね、薄く、だいたい厚さでいうと2センチぐらいの厚さになるようにして包んでおきます。この時できれば少しこの後四角に伸ばしていくので、気持ち四角くなってるようにしておいてください。はい、しっかりとラップに包めたら、冷蔵庫でだいたい1時間ほどですね、冷やしていきたいと思います。先ほどですね、冷蔵庫に入れた生地1時間経ちました。だいぶですね、周りの方なども結構しっかり硬くなってる状態ですね。
休ませることによって生地の焼き縮みだったりとかですね、お砂糖の混ぜ残ってるものだったりを全体、生地の全体にですね、馴染ませることができますので、まあ、しっかりと休ませていただいた方が美味しく作ることができると思います。こういう台の上にですね、アルコールをかけます。アルコールをかけたらですね、今回は OPP シートですね、 OPP シートを1枚つけてですね、この上に先ほど冷やした生地を出していきたいと思います。で、出した生地の上にもう1枚のOPP シートを載せていきます。この際ですね、生地がすごい硬い場合はですね、少し、室温に出しておくか、まあ、手ですね、手を使ってですね、少し揉んであげるようにして、柔らかくして伸ばすと伸ばしやすいと思います。今回は 5mm のアルミルーラーを使っていきたいと思います。で、もしも 5mm のアルミルーラーがない方はですね、物差しで測りながら厚みを見ていただければと思います。そしたら綿棒でまっすぐですね、転がしていきます。この際のポイントですが、一気に大きく伸ばすというよりはちょっとずつですね、ちょっとずつ力を入れて伸ばすようにしてください。まず、片方全部伸ばすというよりは交互にですね、左右交互に伸ばしていっていただくと綺麗に伸びていきやすいかなと思います。最初ですね、こう伸ばしていくとですね、まあ先ほど、包んだ時の厚みとかによってですね、真ん中が伸びてしまったり丸くなったりすると思いますが、 OPP シートですね、1枚外していただいて、下のもう1枚持った時に一回折ります。折ってまっすぐにします。これを4辺ですね、これを4辺行います。これを4辺行ったらですね、少し生地を全体になじませていただいて、もう一度アルミルーラーを置いてですね、伸ばしていきたいと思います。で、ここまで形が整ってきたらですね、横はですね、アルミルーラーちょっとくっつけるような状態にしていただくと、横はまっすぐな状態で伸ばすことができます。そしたらですね、5ミリの厚さに伸びました。この伸ばした後すぐですね、剥がして焼くってなるとちょっと生地が柔らかくなっていると思いますので、一旦冷蔵庫で生地が固まるまではもう一度冷やした方が作業はやりやすいと思います。この段階ではだいたい15分程度冷蔵庫で冷やしていきたいと思います。5ミリの厚さに伸ばしてから冷蔵庫で軽く冷やしました。そしたらですね、 OPP シートを両面外していきます。片面外したらくるっと一回転させていただいて、反対側もですね、外していきます。で、両面の OPP シートが外れたらですね、クッキーが美味しく焼けるシートを敷いた鉄板の上にですね、置いていきます。クッキーが美味しく焼けるシートを敷くことによってですね、全体に綺麗に火が入りサクッと焼くことができます。もしもない場合はですね、オーブンシートなど使って焼いてください。そしたら180度のオーブンで10分から13分ほど、焼き色を見ながら焼いていきたいと思います。サブレ生地が焼き上がりました。今回は180度のオーブンで12分焼きました。そうすることによって生地の周りですね、周りにうっすらと茶色く色が入ると思いますので、そちらをちょっと焼き上がりの目安としていただければと思います。で、焼き上がったあとですね、このあと上にアーモンドキャラメルを流して焼いていきますので、少しですね、ケーキクーラーの上に乗せて、粗熱を取っておいておきます。次にサブレ生地の上に流していくキャラメルアーモンドを作っていきます。皮付きのアーモンド以外の材料は全て鍋の中に入っている状態です。バターが冷たいですね、周りが沸騰しているのにバターが溶けてないという状態になると思いますので、そうするとですね、蒸発した水分量など変わってしまいますので、常温のバターを使ってください。中火にかけながら鍋の中のバターなどを溶かして、しっかりと沸騰する状態まで温めていきたいと思います。鍋の中のバターがですね、全体溶けて全体が液体状にですね、液体状になったら沸騰までこのままキープして温めていきます。鍋の中の液体がですね、しっかりと沸騰してきました。しっかりと沸騰したらですね、ここから2分煮詰めていきたいと思います。この際ですね、鍋を放置しておくとですね、鍋底が少し焦げてしまったりしますので、激しくは混ぜなくていいんですけども、軽く混ぜてください。この際ですね、この液体非常に熱くなってますので、やけどだけ注意して作業を行ってください。沸騰してから2分が経ちました。で、全体的にですね、少し先ほどの液体よりは粘りが出た状態になってますね。この温める際にですね、煮詰める、時間が短かったりして煮詰めが足りないとですね、この後サブレ生地の上に流した時にですね、非常に周りに流れてしまったりしますので、しっかりと2分は、煮詰めて
ていただければと思います。火力が強かったりしてですね、2分やったけども、この液体がですね、少しもうもっと硬い状態になってしまうとですね、後でサブレ生地の上で広げることができませんので、少しねこの煮詰め上がった状態はしっかりと覚えておいていただいて、もしも煮詰めすぎてしまった場合は少しだけお湯をですね足していただければと思います。しっかりと煮詰まった液体に皮付きのアーモンドスライスを入れていきます。これは一気に入れていただいて大丈夫です。こちらの先ほどの煮詰めた液体に全体絡むようにしてゴムベラで混ぜていきます。あまり混ぜすぎるとですね、アーモンドスライスが粉々になってしまったりしますので、優しく軽く全体になじむように混ぜてください。このぐらいですね、混ざってないところがないようにしてください。先ほど焼き上げたサブレ生地ですね、この下はですね、先ほどクッキーが美味しく焼けるシートを敷きましたが、この後キャラメル状になったお砂糖が周りに少し流れたりしますので、下はオーブンペーパーに変えております。はい、先ほど煮詰めて作ったアーモンドのキャラメルですね、こちらを、サブレ生地に乗せていきます。全量乗せました。そしたらですね、全体の厚みがですね均一になるようにゴムベラで伸ばしていきます。この際ですね、あまり周りに落としたりするとですね、後で切るときに底が分厚くなったりしますので、全体に、ね、なるべく落ちないように少し余白を空けながら伸ばしてください。まあ、アーモンドたっぷり乗せていただいてもね、非常に美味しく作ることができるんですけども、もしもね、ちょっとアーモンドの上の部分がもう少し薄くていいなって方はですね、量は調節していただいて、ちょっと空いてる横とかにですね、余ったアーモンドを乗せていただいて焼くと、さらにですね、上のキャラメル状のアーモンドパリッと美味しく焼けますので、ぜひ、ね、余ったら一緒に周りで焼いてあげてみてください。はい、全体的にアーモンドを伸ばすことができました。この余白ですね、だいたい1センチから 1.5 センチぐらいの余白を開けて焼いてください。焼いてる時にですね、少し流れて落ちてきますので、この余白はですね、ちょっと開いてても大丈夫です。そしたらこの状態で200度のオーブンで10分から15分程度ですね、焼いていきたいと思います。焼き加減はですね、ちょっと10分過ぎたあたりから、お好みで調節していただければと思います。フロランタンが焼き上がりました。今回ですね、アーモンドキャラメル流してから200度で15分焼きました。で、200度なので、周りですね、周りは少しちょっと色が強くついてると思います。ただですね、高い温度で焼いてあげないとしっかりとキャラメリゼができませんので、しっかり真ん中の部分ですね、真ん中の、カットして使う部分の色をしっかり見ていただいて、まあ、周りは後で切って落としますので、周りに少し濃い色が入って真ん中の部分ですね、しっかりと美味しそうなキャラメル色になっていたら焼き終わりの 目安としていただいて大丈夫です。で、この状態でケーキクーラーの上で、粗熱を取っていきたいと思います。フロランタンの粗熱が取れました。触ってもですね、やけどしない程度の厚さですね。で、フロランタンカットする時のちょっとポイントなんですけども、完全に冷やし切るというよりは少しほんのり温かい状態で切ってもらった方が上のですね、キャラメルも柔らかくて切りやすいと思います。冷たくなるまで冷やしてしまうとですね、表面の、キャラメルが割れてしまって綺麗に切れない恐れありますので、少しほんのり温かい状態でカットしていきます。ではですね、まず右側の余分なちょっとね、色の強い部分ですね、切っていきたいと思います。カットする際はですね、こういう波刃ですね、普通の包丁で切るよりは動かしながらですね、ノコギリを使うようにして動かしながらちょっとずつカットを行っていきます。4センチ×5センチの大きさで取っていきたいと思います。で、まず長い方ですね、5センチで取っていきたいと思います。ちょっとね、印をつけてほしいんですけども、見えづらいと思いますが、ご自身でね、分かるようにちょっとギュッと印をつけていただければと思います。動かしながらカットしていきます。ためにですね、ギュッと押さえていただくと印つきやすいと思います。これもですね、ちょっと完全に冷えてしまうと結構印もつけづらくなると思いますので、ね、ほんのり温かい状態でカットを行ってください。まず横の5センチをカットしました。で、切った横はですね、このまま、食べていただいても非常に美味しいのでね、周りは捨てずにおやつとして召し上がっていただければと思います。横が切れたらですね、まな板を90度向きを変えてですね、またさらに横を切っていきたいと思います。これもまとめて切っていただいて大丈夫です。ちょっとね、色強い部分を落としてあげた方がいいと思うんで、ちょっともったいないかもしれませんが、ちょっと大きめに端を落としていただいた方が完成形は綺麗になると思います。
そしたらこちらはですね、4センチでカットしていきたいと思います。この際ですね、ずれてしまうと、結構切りづらいので、しっかり、手で押さえてる側ですね、しっかり力を入れて押さえてください。こちら横も切れました。そしたらですね、4センチ×5センチで本日は9個フロランタンがカットできました。こちら今回はね、4センチ×5センチに切りましたが、お好みのサイズで切っていただいても大丈夫です。これで完全に冷やしたら完成です。今回作ったフロランタンは最後にカットして仕上げるお菓子なので、切る時の温度や切る時のポイントを押さえて綺麗なフロランタンをぜひ作ってみてください。